安心してお仕事ができますので、応募ください。今私はソーグ FM のブースに来ています。仕事の日数、曜日にもご相談いただければ対処できます。こんばんは、こんばんは。同時に生放送中ですか？はい、まだです。大丈夫です。公共職なども募集しております。まずはお気軽にご連絡ください。よろしく。電話番号は、PR タイムといたしまして、本日は総高校音楽隊の皆様がこのステージに花を添えてくださいます。があって、その時一人欠席だったんですよね。フルメンバーですか、この3名は？これがフルメンバーです。フルメンバーです。でしかもこれ部活ではないんですよね。個人的な活動として、個人的な活動ということでリーダーのハルルンさんが引っ張っていらっしゃいます。そしてメンバーに加わっていらっしゃいますセイジさんこと昨夜セイジさんです。こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日は3名のフルメンバーでのステージでございますけれどもね、この活動のスタートのきっかけは何でしたか？スタートのきっかけは、リーダーのハルト君が一緒にやろうぜと僕とヒロキ君を誘ってくれたので、そこから始まりました。それはどんなものをやるって聞かれたんですか？どんなもん、どんなもん、このイメージはできてました？光るパフォーマンスは思った以上にハードです。思った以上にハードだったということで、はい、ね、3人での活動を続けてらっしゃいます。そしてもう一方、ヒロさんこと中川ひろきさんです。こんばんは。こんばんは。あなたも誘われちゃった？あ、誘われちゃいました。メンバーはみんな同学年？はい、同学年です。同学年、はい、最初になんて声をかけられたんですか？あ、もともと同じアニメが好きで、はい、それの関係で、うん、はい、一緒にやろうかとなって、やろうかということで、はい、3名でね、はい、もう結構長く活動してらっしゃるんですけどね、ハルルンリーダー、はい、この3名を選んだ理由は何ですか？ノリがいいということ で、はい、でこれは部活動ではなくこの活動ということで、でも学校も公認なんですよね。はい、一応協力いただいているということで、もう部活にしようとかいう思いはないんですか？は思わないです。は思わない。あえて個人的に、個人的な活動、はい、ちょっとじゃあこの音楽隊としてのなんかこれからの夢、目標はありますか？これで食っていけたらなって思野望あるんだこれで食べていきたいという、食べていきたいです。リーダー的にはねちょっとは、政治さん的にはどうなんですか？これで食べていく覚悟は？頑張ります。お、いけるの？はいちょっとじゃあヒロさんも3人揃わないといけないので、ヒロさんどうですか？まあ食べていきます大丈夫なんですね。でこれじゃあリーダー、活動範囲としてはどの辺を狙ってるんですか？一応こういう催し物とか、はい、あとは個人的にやりたい時になった時とかにやっていけたらな。それで食べていける？無理ですね。無理ですね。なんかもっとこうない、こう例えば県内、いや全国、いやもうちょっとしたらオリンピックもあるから、世界とか、なんか目標は？オリンピックに競技で作りたいです。オリンピックに？オリンピックで競技として、競技として作りたいでかすぎない、その夢2020年だよ、まあ、それは間に合わないとしてもどうでしょうか、これ食べていけそうですか？無理今この
意気込みを聞いてご家族は相当心配してらっしゃると思いますけれども、まあでもまずはね、この創始には皆様に知ってもらおうということで、こんなすごい活動してる子たちがいるよということで、まあ出演依頼とかはじゃあ受け付けられるの今から大丈夫ですね。大丈夫です。ということで、もし彼ら音楽隊の出演する機会がございましたら、彼らがこれで食べていけるようにみんなで応援したいと思います。頑張ってくださいね。さあ、そして今日はもう一つ、用意いただきました。次に見せてくださるのはどんなパフォーマンスですか。途中に面白いわなので、はい、それを見て笑っていただければなと。笑えるやつですね。ということで、さあそれではもう一曲披露していただきましょう。総高校 PR ということで、音楽隊のメンバーの皆さん2曲目お願いします。3人の息の合ったパフォーマンスをお楽しみください。総高校、PR 音楽隊のメンバーの皆様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。もうね、渾身のパフォーマンスですよ。これ一つ問題があったね。最大何曲披露できるの。最大1曲です。1曲。今日は2曲ということで、最大以上の力を発揮してくださいました。この後は自分たちで拾って帰るんでしょ。はい、これマネージャーとかいないんですもんね。部活じゃないからね。そうですね、音楽隊に力をお貸しください。スポンサーとかついた暁には T シャツじゃなくてもっとかっこいいユニフォームで今度は登場するかもしれません。どうかこれからも応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。